ポップアップ広告とは、ある特定のウェブページを開いた時に、自動的に一番手前に表示される広告用の小さなウィンドウのこと。一般に、ページ訪問等のイベント発生時にウィンドウを表示するような JavaScript 記述を HTML 中に記述することにより実現され、ウェブブラウザが当該ページ内のスクリプトを実行することによりウィンドウ表示が行われる。主に、 無料レンタルサーバによるウェブサイトで行われることが多い。意図的にポップアップウィンドウを一番奥に表示するポップアンダー広告も存在するが、目立ちにくい手法のためポップアップ広告ほど普及していない。ページを開くたびにポップアップしたページが表示され、非常に鬱陶しいと思われることが多いため、インターネットエクスプローラーや文字らヤーフォックス、オペラなど主要なウェブブラウザでは、 ページを開くときにポップアップが開くと判断された場合にメッセージが表示されポップアップ広告が表示されない機能が開発されている。この機能のことをポップアップブロックという。また Google ツールバーや Yahoo ツールバーなどインターネットエクスプローラーのアドオンツールバーには同様の機能があるものが多くある。ポップアップブロック機能に加え独立した ポップアップウィンドウが開かないタブブラウザが普及したためユーザーが不快感を覚えることは少なくなったネット広告の手法としても下火になりつつあるブラウザを使っていない時にまで表示させるマルウェアもあるオペラはメジャーなウェブブラウザの中で最初にポップアップブロック機能を導入しその後モジュラはページ読み込み時に表示されるポップアップウィンドウもブロック対象にした ポップアップブロック機能を実装している。2000年初頭までにインターネットエクスプローラーを除く、ほぼすべての主要ブラウザでポップアップブロックが実装され、ユーザーが意図せず開くウィンドウをブロックできるようになった。2004年より提供されている Windows XP のサービスパックにでインターネットエクスプローラーもポップアップブロック機能を実装、ほとんどのユーザーが ポップアップブロック機能を利用するようになった。しかし、XPSP に以前のインターネットエクスプローラーには実装されないため、ポップアップブロック機能を利用したい場合は、アドオンツールバーなど何らかのソフトウェアをインストールする必要がある。または、IE コンポーネントブラウザを利用する方法もある。インターネットエクスプローラーには、ポップアップブロック機能が、 なかなか実装されなかったため、ユーザーのニーズに応える形で、IE コンポーネントブラウザの多くは、この機能を備えている。基本的にポップアップブロックは、ユーザーのクリック操作などを経ずに開かれるウィンドウを、すべてブロックする仕様となっているが、ウェブブラウザによっては、設定によりすべてのウィンドウをブロックしたり、特定サイトだけブロックを解除することができるようになっている。ありがとうございます。